本日は町田市高ヶ坂アルミ大地会の餅大会を行っております。よもぎ餅が使われております。まあ、餅米の中に、よもぎが、よもぎの練ったものが入っております。多めに入るそうです。お邪魔します。早速しばらくこのコネの状態が続きます。綺麗な餅が出来上がっております。あ、いい匂いする。私は小川のポークタウンとこの春みたいの司会の餅つき両方に来ております。のり入れたの綺麗なよもぎです。よもぎです。のり餅じゃなくてよもぎ餅だそうです。これが始まります。